新ラーメンは韓国の食品会社農診で製造されているインスタントラーメン。1986年10月に発売された。辛味を好む韓国人の食欲を捉え、韓国インスタントラーメン市場に辛味旋風を起こした。添付された粉末スープの味は唐辛子調味粉の辛味で、火薬としてフリーズドライのシイタケ、ネギ、ニンニクが添付されている。 麺は強力粉配合である。包装は辛味を感じさせる赤色でデザインされている。袋入りインスタントラーメンだけでなく2種類のカップラーメンもある。韓国のインスタントラーメン市場で19年連続市場占有率主位を維持しており、世界70カ国以上に輸出されている。韓国では生の中華麺を用いたラーメンは普及しておらず、韓国で ラーメンといえば新ラーメンを刺すのが普通である。麺がスープで煮込むことを前提として作られているため、筆チュゲにも糖製品の麺が入れられている。2012年、ユニクロから韓国の代表的な商品で日本で認知度が高いツララーメンを衣類製作に活用したいという提案を受け、新ラーメンのロゴが入った T シャツ、新ラーメン UT の販売を許可した。2015年、 脳心では、新ラーメンの売れ行きを把握するための独自調査を行った。2015年下半期を調査した結果、ID 付きポスデータで判明した、リピート率は30.04%。3回に1回の割合で、消費者が新ラーメンを再度購入していることが判明した。これは、インスタント袋麺売上個数上位30品の中で最高数値である。 30周年を迎えた2016年には30周年限定パッケージの新ラーメンを販売。世界で愛されているツララーメンを表現し、1986年の発売開始から30年、経った現在でも1日平均300万個が販売されており、変わらぬ人気を誇る。韓国インスタント麺市場では新ラーメンだけで25%のシェアを占めている。 また、最近では、新ラーメンへのちょい足しアレンジやアレンジレシピも話題となっている。また、大海航空、アシアナ航空をはじめとした、韓国のほぼすべての航空会社の機内食としても採用され、韓国以外の航空会社も採用する動きが見られる。なお、打足であるが、新ラーメン発売前年の1985年には、日本で激辛ブームが起こっており、 その口火となったのはベルフーズが同年11月に発売したカラメンテとされている。新ラーメンという名前は辛いを意味する漢字、シンから来ており、韓国語で書くときはンと発音する。新ラーメンは赤と黒のパッケージにシンの文字を強調している。さらにこの文字は農心創業者とロッテを創業したその兄の両方のせいでもある。ありがとうございます。